では早速リスナーさんからのメール届いています。はい、紹介していきましょう。はい、ラジオネーム、やわらか大佐さんから頂きました。あり,ありがとうございます。自分は物心ついた頃、うん、アジの開きが海の中でヒラメみたいな感じで泳いでいると思い込んでいました。すごい。<laughs> この認識が間違っていたと気づいたのが、小学3、4年くらいの頃で、 テレビでアジの開きの加工の様子をやっているのを見て、自分の認識が間違っていると気づかされました。周りの人にそのことは言ってなかったので、これは比較的恥ずかしくない黒歴史です。ということです。アジの開きが。 そのまま海で泳いでると思ってた内臓は完全に出ちゃってるじゃんって話ですけど。食べられちゃう他に。そうですよね。もう目とか、もうあれ、あ、でもヒラメって平べったいから。そう、平べったいから、まあ勘違いしやすいと思うんですけども確かにね。ヒラメみたいになってもまだ可愛いよ。まあね。なんかちょっとポイントアップですよ、これ。これ言ったら、あ、なんかお前可愛いやった柔らかたよささんポイント、イアップやったミカシポイントアップしましたよ。